3、はい、映像ロックからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。はい、そして今日のゲストは NPO 法人エゾロック代表理事の草野武さんです。はい、草野武です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、エゾロックさんの拠点にお邪魔をいたしました。はい、ようこそ。あの可愛い一軒家でね、ここ引っ越してどれぐらいになるんですか？そうですね、2011年の4月からなので、うん、もう2年ちょっとですね。2年ちょっと、うん、なんか手作り感いっぱいですね。そうですね、大工さんに教えてもらいながら、あの女子高生とかが壁を塗ったりとかすごい日曜大工っぽい感じもありながら、すごいでも可愛いんですよ。なんかキッチンもあるし、こっちに薪ストーブあるんですよ。これですね、この子の一番のなんですかね、人気者ですね。あ、うん、これから特にここ人だかりになりそうですね。みんなね、そのために今薪割りをしてたりとか。そうなんですね。うん、そんな素敵なエゾロックの拠点から今日はお送りいたします。はい、さあ、それではエゾロックってどんな活動をしているのかというあたりも含めて3つのキーワードで伺ってまいります。はい、3つのキーワード、こちらです。じゃん、北海道のフェスなんだから北海道で何とかしよう、世代を超えて共に取り組む、うん、あの感覚を日常に持っていきたい、うん、はい、はい、ということで今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに北海道のフェスなんだから北海道で何とかしよう、うん、このエゾロックさんってどういう活動をしている団体さんなのか、うん、まずはちょっと教えてください。そうですね、もともとは本当にあの音楽フェスティバルでのゴミの対策みたいなところを、うん、まあ、よくゴミ拾いしてるんですかって言われるんですけど、はい、実はあんまりまあゴミ拾いはしないで、ゴミをちゃんと分けて捨ててもらえるようにどうやってお客さんに伝えていくかみたいなところをやってる団体ですね。はい、うん、で、まあ、だんだんそういうことやってると、あの若い人と一緒にこんなプロジェクトしたいというご相談も受けるようになりまして、はい、まあ、今はあの都市部の若者を、まあ、北海道のいろんな現場に送り出すような、うん、そんな機能になってますね。うん、はい、一番まあ看板というか、うん、そもそもはやっぱり北海道一のあの大きなミュージックフェス、うん、ライジングさんでしょ。そうですね、ライジングさん、私もね毎年行ってますけどね、うん、あのゴミコーナー行ったら分別がものすごい細かく分かれてて、あんなこんなに分別するこれもっていうぐらいなんですけど、うんうん、そこのコーナーに必ず若い人立ってるんですよ。そうです。なので間違えて捨てるとこれこっちですって、うんうん、あの教えていただいたりするので、すごく綺麗に分別されるんですよね。そうですね、全部で13分別してまして、うん、今はもう 80% ぐらいがリサイクルできてますね。すごいですよ、うん、すごいですよね。すごいと思います。まあ言っちゃあれですけど、本州の方の某大きなフェスだったら、あの、ね、ゴミの山のことは本当に有名じゃないですか。そうですね、有名だ、うん、それと同じぐらい北海道のライジングさんのゴミ分別の綺麗なこと、これも本当全国で有名ですから、素晴らしい、すごいことだと思います。ね、ここから本当にあの発祥しましたけど、今や本当ライジングさんだけではなくって、本当に道内札幌の特にあのイベント、うん、いろんな会場でエゾロックさんのね、はい、ゴミの分別コーナーを見かけるようになりました。あの元々のスタートなんですけど、もう本当に草野さんは一番最初の頃からね、うん、あのまあ、ライジングをスタートしたのいつでしたっけ？99年ですね。1999年にスタートして、はい、その翌年からもうこのゴミ分別の、あの、まあ、関わっていらしたということで、はい、はい、ですね、あの、まあ、99年に初めてライジングが始まって、でそこからまあ、やっぱりなんかゴミのことちゃんとしなきゃダメだなと、うんうん、まあ、野外であれだけ大きなフェスティバルなので、まあ、綺麗な空間でどうやったら元音が聞けるかなみたいな形で、やっぱり問題だなとなってですね、はい、で一番最初東京 の、うん、まあ、あのアシードジャパンという、はい、まあ、僕たちの母体があるんですけども、まあ、そこの団体の人たちが北海道に来て、うん、でここで札幌周辺でボランティアを集めて、うん、でゴミの活動をやるぞってなったのが2000年ですね。あ、僕はその時の一参加者です。はい、うん、私さっきね見せてもらいました、顔真っ黒い顔の男の人、これ誰って言ってね、草野さんだって言ってびっくりしてた。13年前のね ね、うん、その頃の草野さん、まあ、あの初めて、まあ、あの今にして思えば高校生ぐらいの頃からなんとなくこうちょっとモヤモヤっと自分のその仕事、うん、働く生き方っていうことに対してモヤモヤっとしたものがあったの、すごくその時 の、 あの団体との出会いが衝撃だったそうでね、うん、そうですね、なんかねこう例えば
タバコのポイ捨てがやっぱり気に当時はなってて、まあ、なんだか大人の象徴のタバコがポイ捨てされてるけれども、なんかルールマナー守れみたいな、大人からはゴミ捨てちゃいけないそうちゃんと分けろって言われたりするのに、なんかそこら辺に落ちてるのなんだよみたいなとは気にはなってましたね、大人の矛盾矛盾みたいな、もやもやんとした、まあ、高校生若い頃ね高んだ頃を過ごして高校生大学1年生2年生とかそんな感じですね、その頃にエゾロックに出会うのね、そうですね、はい、なのでまあ、そのアシッドジャパンっていうアシッドジャパンに出会う、はい、ところで出会って、まあ、そこでハニカンタという、はい、まあ、僕の師匠みたいな人いるんですけど、はい、でその人と出会ったら、なんか衝撃的だったのが2つあって、他のフェスは、まあ、お前たちでやれみたいな、そうというふうに言われて、まあ確かにみたいな、まあ確かにね、確かにそれはそうだみたいな、それはそうだと、というふうに思ったのが一つと、あとはそのハニカンタという人がですね、ある意味この環境活動とか、NPO、NGO で飯を食ってると、それを仕事としてるんだみたいなこと言われて、こういう大人がいるかと、わあびっくり、あびっくり、もうなんか普通にゴミのことだったらリサイクルかなとか、そういう、まああと NPO でもゴミ拾いだなみたいな感じから、この人どうやって生きてるんだろうみたいな、やっぱりすごく気になって、興味津々、もうそこからそういう生き方があるんだな、って思って、もうどんどんその、まあ、団体のお手伝いをするにつけですね、情報がどんどん入ってくるようになりまして、そうなるとやっぱり多感な若者ですからじゃんじゃん吸収するわけですね、そう僕の真っ白いキャンパスに真っ白何も知らなかった僕の真っ白いキャンパスにものすごいこう塗ったくられた感じで、しかも世の中の社会はこんなにもなんか大変な中で僕は生きてるのかみたいな、もう辛かったですね、そうですか、あじゃあ知れば知るほど辛かった時期っていうのもありました、もう大学4年生とかね、その頃とかもう、僕は生きてるのが罪だみたいな、あら、もうそもそも自然を壊して人間が悪いんだみたいな、人間が悪だみたいな、人間も会社もみんな悪だみたいな宮崎駿先生みたいな、もうダメだみたいなそういう世界でしょうね、そういうところを経てですね、でもこうずっとエゾロック のことを続けていらっしゃいました。最初のうちはなんか NGO と名乗りながら、そうですね、まあ、北海道のことは北海道でっていうことでその東京の団体とは分けてその北海道でエゾロックという形にして、まあ、そこでのスタイルを取り入れながら、そうですね、北海道スタイルとして作っていった感じですよね、はい、そうですね、本格2001年に団体が出来上がって11人ぐらいのメンバーと一緒にできて、まあ、2001年から2005年までは、まあ、サークルみたいな形で、東京団体と、まあ、札幌団体で連携してやりましょうみたいな、で、まあ、ただもうライジングも、もう前たちでやれみたく、もうそろそろいいだろうみたいになってきたので、じゃあ2006年から本格的にやろうじゃないかというので、まあ、僕も会社を辞めて、2006年から環境 NGO をエゾロックとしてスタートしたと。なるほど、はい、仕事何やってたんですか。僕ですか、コンサル、まあ、建設コンサルですね。あ、本当、会社員だったこともあるんですね。ある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 、え、知らなかった、すいません、あるあるある、最初からエゾロックだと思ってた。じゃあ、僕社会人3年弱やってます。あ、そうだ、失礼しました、うん、そう、一応社会人やってましたまあ、それ会社を辞めて本格的にこちらに入りました。そしてですね、あるいつからでしたっけ、 NPO にするんですもんね。そうですね、 NPO になったのは本当に2013年今年の4月からなりました、なんで NPO にしたのかというそのあたりをでは2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです、じゃん。